本日初の給料が入って、その金額にちょっとびっくりしている同人です。あのね、15日締めの25日にあの給料日だから、まあそうでもないだろうと、まあ半分ぐらいだからだいたいとか考えてたんですけど、思った以上にありましたね。っていうか多分、うん、次の月からあれでしょうね、そのもうちょっと税が加わってきて、もうちょっと下方修正されていくんじゃないかなと思うと、あってね、若干げんなりするところではあるんですけども。ということで、今週の今週はどうするの時間がやってまいりましたね。ちょっとね、歯医者に寄ってたので帰ってくるのが遅くなってしまって、収録が遅くなっている状況です。で、本日が2016年の4月25日21時29分、ちょうど今9分になりましたね。9分でやらせていただいております。でですね、今週の予定としては、なんだろう、27日に彼女の気持ち季節、彼女の季節っていう本をね、あのツイッターでたまに私がリツイートしてるんですけども、ニーチさんっていう人がね、ついにそのリツイート、私がよくリツイートしてる画像のをまとめた本を出すみたいで、それがね、彼女の季節っていうタイトルらしいんですけど、それをね買おうと思ってます。27にちょっとね楽しみだったりするんですけどね。あの、気になる方は、多分ツイッターでニーチって調べると、あのひらがなの2にひらがなのイにひらがなのチだったと思います。それで多分出てくると思うんで、まあ、気になった人はね調べてみてください。で、PS ビータね、あんま使わないんで売っちゃったんですけど、もし売ってなければ26日に、なんだっけ、日本一が出すロゼットなんたらかんたらっていうね、ホタルの日記とか夜回りとかそっち系のゲームが新しくこう出る予定だったみたい、予定っていうか予定らしいんですけど、それをね買ってたかなと思っております。で、なんとね、配信の方では一足先に行ってしまったんですが、30日がね休みです。やっと休みです、土曜日。まあその次の週からまた土曜日復活しますけどね。いやー、でもありがたい。29が休みかどうか、多分休みかなっていう気はするんですけど、それプラス30が休みで、で月曜日が多分、月曜日は休みじゃないんだな確か。でそこでね、うちの会社の新人の女の子が来るとか来ないとか、新しい人がねっていう話みたいです。でってなると、そうか、29が仮にうちの会社休みで出勤しなくていいんだとすると、29、30、1日と3連休で、2日に1回出勤して、3、4、5とまた休みと。で、3、4、5で一応私はね、実家に帰ろうかなと思っているんですけど、これは今週の話じゃねえ。これは来週の話になってな。っていう感じですかね。で、まあ、来週からは、再来週か。再来週からは、あ、違う。来週か。来週からは、5月に入るっていう感じですかね。うん、うん、うん。いいね。もう5月か。早いな。もう仕事始めて1ヶ月。もうね、ほとんど、現場管理っていうか、まあ、現場監督は私一人でやってるし、なんか、全然知らない先輩から、ちょっと、あっちの現場の監督頼むよ、みたいな感じでね、頼まれてしまって、明日全然知らないところに一人で行くみたいな、そんな感じになってますけども。まあでもね、これが本来あるべき姿かって思うと、まあ周りのみんなよりは相当進んでるんですけど、まあ普通なのかなと思っちゃうところはありますね。で、まあツイッターをね、
見てる方がいたら、私がなんかこういろいろあったんだろうなってね思う人がいると思うんですけど、まあ実際あったんですけど、うん、そうだね、ああいうことをなんだろう、なんか友達にね、こう私的にはこうペラペラペラって喋るってのがちょっとあんまり得意じゃなくて、なんていうかこう反応もあまり返ってこないっていうわけでもないけど、あまり反、なんだろう、こうガツッと反応されるわけではなく、こうなんていうかな、こう流れてきた音楽をさらって聞いて通り過ぎていくみたいな感じで、こう人が聞いてくれるっていう感じで、こうね、私が悲しんでる様子を誰かが知ってくれたらなっていう、まあなんて言うんだろう、なんかね、かまってちゃんってわけじゃないんだけど、やっぱこう悲しいこととかを自分の中に溜めておくと結構なんか心が上ってなる人だからなおかつその周りの人にね、こういうことがあってさーっていうのをあんまり得意としない人だから、私はね、だからツイッターでああいうことに結構なっちゃうんですけど、まあね、そういうのも見てみたいなっていう人はぜひツイッターの方を登録してみてはいかがでしょうか。とりあえずツイッターの方はね、なんだ、概要欄の方にアドレスが貼ってあるので、よろしければどうぞ。で、あと、そうだな、あれだ、そう、今月はね、まだ、今月じゃねえな、今月はもうやったのか、なんかなかなかまた、更新できてないですけども、小説の方もね、ぜひぜひ読んでみてください。うん。よし、といった感じかな。そうだね。まあなんか辛いこともあったし、なんか今週結構辛いこと多かったなっていう気はするんですけど、まあ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 、そういう週もあるかっていう感じで、うん。まあ今まで通りね、乗り越えていけると思うので、乗り越えていこうかなと。うん。よし。で、ちょっとなんか、若干暗めの話になったところで、コメントを返して今週は終わりにしたいと思います。今週はね、先週分にね、4件ほど、コメントをいただいたので、もうね、ありがたく読まさせていただきます。1件目。仕事などが大変でリフレッシュしたいときは何をしますか？とりあえず寝るかな。とりあえず寝るか、そうだな、そう、行けない距離じゃないから、新宿とか、ちょっとだけ、まあ、15分ぐらい電車に揺られて行けるエリアで、買い物もないけどブラブラしてみたり、あとはもう単純にゲームしたりとか、まあなんだ、その、仕事を考えないようにする時間みたいなのを取ると、個人的には、うん、なんかリフレッシュできているかなって気がします。まあ、プライベートで起きたね、辛い出来事とかは、それじゃあ全然緩和されないんですけどね。よし、2件目。お疲れ様です。ありがとうございます。超絶素敵なバリトンボイスでコメント読んでくださってありがとうございました。社長の家庭訪問が楽しみすぎる。楽しみなことというか、今週末の予定ですが、熊本に支援物資を送るつもりです。うち、福岡だし、近くで苦しんでる人がいるのはいたたまれないので。ゲームに関してはあまり詳しくないからな。とにかく、キラーイズデッドは好きだった。なるほど。ね、社長の家庭訪問は、まあ、ある意味、ちょっとわかりにくめの社長のギャグだったみたいです。いや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 っていう感じなんですけどね。いやまあ、いや、来る可能性もまああるけど、まだ。まあ来ないでほしいですね。で、熊本に支援物資を送るつもりですっていうのは、これはとてもいいことですね。今ね、熊本の人たちは多分っていうかもうほぼ確実に苦しんでると思うので、何かね、ちょっとしたものでも送ってくれたり、あ、いったー。ぶつけた。手首ぶつけた。
ちょっとしたものでもね送ってもらえると、なんか相当勇気が出てきたりするんじゃないでしょうか。それはぜひぜひやってください。もう私はねちょっと送れるようなものもないしお金もないしみたいなもう貧乏社会人1年生なのでどうしようもないので、お祈りだけしておきたいと思います。で、ゲームに関してはあまり詳しくないから、詳しくなくて、でキラーイズデッドが好きだったと。あのゲームはね結構いいゲームでしたね。面白かったけどね。あのキラーイズデッドが好きだったらちょっとね、キラーセブンもね PS2 のゲームなんですけど、動画とか見てみて、まあ興味あったらやってみるのもいいんじゃないでしょうか。なんかねキラーイズデッドと若干つながってるところがあるっていうか、まあ同じ人が作ったゲームだからすごい雰囲気が似ててね、なんかあっちは銃を主に使うゲームなんですけど、面白いのでぜひ。ということで3件目、応援しております。お仕事も実況も頑張ってください。ありがとうございます。仕事はねなんかもう入ってから1ヶ月も経ってないのにまだ、一人でね結構現場回す感じになっております。頑張りすぎたのかなで、最後4件目、こんにちは。今こんばんはなので、私はこんばんはと言っておきましょう。私は最近ドラグノフっていうモデルガン買いました。とてもかっこいいですよ。なるほど、ドラグノフか、いいですよね。若干このなんだ AK みたいなストックとか、あれストックだっけ、違うな、ドラグノフ、いやまあわかるんだけど、あれは AK じゃない、でもなんかわかります、あのオーラ的に AK っぽいみたいなあのウッドなところが AK 感をね、まああそこをプラスチックに変えちゃったら AK 感もクソもないけど、なんかね個人的にはドラグノフはちょっと AK 寄りな、なんかそういう雰囲気をね感じちゃうところあるんですけど、いやかっこいいですよね。最近はもうなんか、最近はっていうか、まあ、エアガン別に買ってたわけじゃないけど、そういうのは全然買えないし、買ったところで置くところがないので、まあ、若干羨ましいですね。私はもしお金と置き場所があるんだったらバレットが欲しいかないやまあ相当無理だねっていう感じだけど、あとはミニガン、あそこら辺のなんかロマン武器みたいなところは欲しいかなと思います。っていうところで、はい、あのコメントを返し終わったので今週はここら辺で終わりにしておきたいんですが、その前に来週ねコメントをもらいたいがために出す質問を一つどうしようかな。まあちょっと私的にね寂しいとか悲しいとかそういうことが今週多かったので、ちょっと若干暗い感じにはなっちゃうけど、あなたが一番寂しかったり悲しかったりした出来事って何ですか。またそれを乗り越えるためにしたことが何かあればそれも教えてくださるといいかなと思います。っていう感じかな。結構いい感じの時間になったし、これ以上喋ると配信がどんどん遅れていくので、ここら辺で終わりにしておきたいと思います。ということで今週はここまで。それでは皆様、また来週。おやすみなさい。